カジミエシュルドビク・ビエリンスキー、マーニョキ・アダームが、カジミエシュルドビク・ビエリンスキーは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、外交官、政務議長、マルボルク県知事を務めたフランチシェク・ヤン・ビエリンスキーの、息子。1682年財務長官、ヤン・アンジェモルシュティンの娘、ルドビカ・マリア・モルシュティンと、結婚、妻への結婚の贈り物として、 オトフォーツクビエル気球伝を造営した。妻との間に三男四女がいた。1688年から1702年まで宮廷自重の職にあり、1702年区内副長官に就任、同年内に区内長官に昇進し、死ぬまで同職を保持した。多くの尊楽の大官職を兼ねた。また1683年、1688年、 1690年の政務議員を務め、1697年には政務議長に選ばれた。白鷲勲章も排除した。大北方戦争期にはサンドミエシュ連盟に参加し、一貫してザクセンのアウグスト教王を支持した。この縁故もあり、末娘のマリアンナはアウグスト教王の目掛けに選ばれた。別の娘カタジナは中アルシャワフランス大使ジャン・ビクトル。 とブザンバルド・ブルンシュタットに嫁いだ。次男のフランチシェク・ビエリンスキも、区内長官まで昇進した。ありがとうございます。